ラビット、謝罪の韓国ロケ当日の放送 VTR 山添の行為に若槻千夏も福田真も激怒 TBS 系「ラビット」では5日2日に放送された韓国ロケで出演者が市場の商品に直接爪楊枝を刺し食べたシーンについて不適切であると深く反省と田村真子アナが謝罪した問題のシーンについては 放送直後からネットなどで批判的な声が相次いでいた5日の「ラビット!」では番組の最後にスタジオから田村アナの1人の映像に切り替わり2日の韓国ロケについて出演者が店の商品につまようじを直接出して食べる行為があり視聴者からさまざまな意見が届いたと説明店には直接謝罪したとし不適切であると深く反省と謝罪した 問題の2日のロケとはどういったものだったのか改めて振り返る韓国へは若月千夏の「やりたいことをやり尽くす旅」と題し若月三時のヒロイン福田巻インディアンス相席スタート山添館が参加若月が絶対にやりたい6つのことが紹介され最初が「市場での食べ歩き」だった5人はソウルの望遠市場という場所に行き 食べ歩きを実行プチプラグルメが楽しめる場所でコーディネーターと共に散策最初はチヂミ専門店で5食チヂミをつまようじで堪能山添が最初に食しめちゃくちゃうまいとコメントしたそして次はタッカンジョンという鶏の唐揚げに甘辛のソースを絡めた店に移動韓国メディアに何度も登場し スターたちが絶賛したという有名店と紹介され6種類の味が楽しめる商品が大皿の上に山盛りで載せられており注文に応じて店員が紙コップに商品を入れて提供するタイプの店だった店員が紙コップにタッカンジョンを入れまずはインディアンスが試食「マッシュソヨ、おいしい」と大絶賛し他の3人も別の味を堪能した すると山添がチーズ味を食べていた福田のカップの中身に気づき違う味も入れてもらってへんと指摘店員が福田だけにサービスしてくれたことを知った山添は持っていた爪楊枝で皿に盛られた売り物の唐揚げを刺し口に運んだ画面には赤い矢印で山添の行為を強調していたこれにはまずは福田がびっくりしダメダメダメ それはマナー悪いと注意し若月も絶対ダメと激怒店員も両手でかけるマークを作って見せていた以下はネチズンのコメントをまとめたものです生放送におけるトラブルに対して MC のアナウンサーが謝罪をするのは仕方ないと思うでも 今回は VTR で編集の時点で放送を止めることは容易にできたはずだしそれは流した番組制作側の罪は重い謝罪も問題発覚から時間が経っているしまさかの VTR わざわざ田村アナを起用せず山添と責任者のプロデューサーが謝罪すればそこで一旦終わったはず罪のない女子アナに謝罪させて情けないと思わないことが問題 番組側は当初今回の行為を面白い行動という扱いでしたよねだからわざわざ赤い矢印で強調している批判が続出して驚いてるぐらいかもね笑わせるためなら何でもありになってしまってはマナーも何もあったものではない仮にその時は悪いことと気がつかなくても視聴者が騒ぎ出した段階で迅速に対応していれば こんななななにに大きな騒動にはならなかった謝罪まで日数を要しているし謝罪も関係のないアナウンサーからのみこれが誠意ある対応だと思っているあたり残念な行動に拍車がかかっていてさらに印象が悪くなっている謝罪するなら迅速にそして当然本人から。 真似する子どもも出てくるかもしれないし今回は視聴者にも謝った方がいいと思うなんでアナウンサーが日本の視聴者に謝罪するの実際にやった芸人が韓国の人に謝罪するのが筋でしょさもなければそのロケを仕切っていたディレクターが謝罪すべきじゃないそこなんだよ問題は。 共演者もダメだって言ってるのに編集で煽って放送する意味がわからないんだよ。行動は当然本人が悪いがそれを黙認して放送した TBS にも責任があるなぜアナウンサーが謝罪するんだって言う人いるけど番組担当の TBS 社員が謝罪するのは当然のことです。 感情的には言いたい気持ちはわかるが放送法の規定ではアナウンサーの謝罪が正解です TBS はその行動を黙認して放送したことに反省が必要山添は行動自体を反省する必要があるいろんな芸人さんが回転寿司の迷惑動画問題の時にこれが面白いと思ってるのかとかプロの芸人はしないとか言ってたが そそこそこキャリアのあるプロの芸人が全く同じことをして面白がってるのを見て結局そんなもんなんだと思った確かに中学高校時代の何をやっても面白い時代に仲間内でやればウケるだろうけどプロの芸人がテレビの中でこれがウケると思ってやってるのを見ると正直引いてしまうし寒い生中継だったわけではないですよね編集でカットすることできましたよね 番組側も面白いと思ったから編集せずに放送したんですよね赤い矢印を入れて面白いようここ見てってことでしょ山添さん本人が一番良くないだけどあれがウケると思った番組制作側のセンスもねひどいですよ。山添の行為はもちろん問題だけどそれ以上にこれを面白いとして放送してしまう制作側に問題がある。 もし本当にやらかしたと思えば放送しなければよかっただけのことなのにちゃんと編集でカットして放送もできたはずなのにそれをしないで面白いと思って放送したんでしょアナウンサーに謝らせないで担当ディレクターとプロデューサーが並んで謝罪すべきでしょこういうことで炎上するのは作り手側より視聴者のモラルの方がちゃんとしてるんだな 番組制作スタッフのレベルが低すぎる。録画放送なので出演者に非はない。スタッフは視聴率が取れればよいインパクトのある絵が取れればよいとしか考えられないのだろう。知性とか品格とかといったものがないすぐにスタッフの入れ替えが必要だろうやはりお笑い芸人が MC やってる番組ってこのようなレベルなんでしょう。 生じゃなくて「録画」ならもっと悪質です天への迷惑や視聴者への不快感を想定すれば一般的には放送はいたしませんからこれをもってしても番組制作者のレベルがわかるもちろん山添お笑い芸人は出演を禁止にすべし今や TBS ってテレビ局は 倫理も、もモラルさえがが遵守できぬ放送局と、成り下がってしまいまし、たね。TBS に限らず各局は視聴者が喜ぶかと大きな勘違いをしていて、バカな番組を作りすぎ、放送に関係する人間のレベルが相当下がっているのではないかと以前から感じている。 どのような番組にも3分芸人を出す必要はなく常識のある真面目なゲストでやってほしいひどい時にはニュースや報道番組にもふざけた人間を加えている芸人が見たければお笑い番組を見れば良いだけのことでどのような番組にも入れることはないバラエティで芸人を使う時でもバカな人間ではなく常識のある芸人を選択する必要がある